こんにちは、熊谷真美です。素敵でしょう。ここまるで美術館のようなところなんですけど、ここは中区、田町アートフォルムのアートサロン、田町アートサロンというところなんです。普段は、マンションに住んでらっしゃる方とかの、憩いの場になってるんですけども、今日は特別にお借りしてここから撮影させていただいております。お隣にいるのはこんちゃんです。お友達です。私の初めてできたお友達のお友達ですねえこんちゃんそれで、今日はですね、この、アートサロンから外へ出まして、浜松をちょっと歩いてご案内しようかなと思っています。浜松に来てまだ、1ヶ月経ってません。いやもうね、まず浜松は空が広い。本当にもう車で歩いてるだけでも本当に楽しくて、なんていうのかな、本当に毎回毎回来てよかったなと思ってます。驚いたこと、はい、とても皆さん人懐っこい。もう本当に、例えば美味しい餃子の店教えてくださいって言ったら、もうツイッターでもインスタでもダーッと教えてくださって、本当に親切で本当にあったかいですね。本当に。そして私が声かけてくださいねって言ったら、本当にこの間も地区屋でマミさんですよねって声かけていただいたりとか、とってもね、私に合ってる感じがします。浜松、明るく楽しく人の役に立つ。浜松で初めて経験したこと、ガーデニング。まあガーデニングなんて大げさなこと言えないな。鉢を植え、生まれて初めて鉢にミントの葉っぱを植えました。まあそれはお楽しみに。浜松で食べて一番、全部美味しい。今まで食べた中で美味しくないとこない。イタリアンも美味しいし、カフェもいいとこいっぱいあるし、それからお寿司屋さんも意外と本当に美味しいところ多いし、で餃子もうね、本当に太るよマジぐらい美味しいです。今までは石松餃子行ってました。石松、はい、オーソドックスな感じ、うんうん、だけども浜松の人に聞くと、もっといっぱいいろんなとこがあるので、これから開発していきたいなと思ってます。はい、今ね、教えてもらおうかなと人がどっか行っちゃったんで歩いて探してみます。はい、今日はちなみにどんなものが食べたいとか気分とかはないんですか？今日はね、ないです。もう浜松で食べれるもんだったら食べ尽くしたいぐらいの気持ちです。こんにちは、あこちゃんです。こんにちは。こんにちは。こんちゃん、こんちゃん、こんちゃん。ですね、あこちゃんは浜松で一番最初にできたお友達です。そしてその次にできたのがなぎちゃん。ねえ。はい。この3人と一人で浜松を案内していきたいと思います。ちょこちょこ、あこちゃん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日、あとまだランチ行ってないんですけど、ちょっとランチどっかありますかね、いいとこ。今日、ね、浜松いっぱいおいしいお店あるんですけど、今日はこの田町近辺で、フグの神谷さんっていう、フグの神谷、神谷さんのランチ、定食ランチが全部1500円で、すごく美味しいので、ぜひそこに行ってみてはいかがでしょうか。おお、ちょっと行ってみね。おすすめはね、そこの天獣と、あくまで私の個人的なおすすめなんですけど、天獣と唐揚げ、鶏の唐揚げがすごい美味しい。もちろん夜はね、フグのお料理美味しいんですけど、今まだちょっと時期じゃないですけど。行くの？こんちゃんも行くの？じゃあちょっと
もう一度お名前教えてください。ふぐの神谷さんです。ふぐの神谷さんに行ってみよう。揚げたてのじゃあお母さんやっぱり天ぷら揚げたてね揚げてもらおうかな。あ、よかったね。でも今日いいですね。ね、本当にいい感じだし。いや今日よかった。お母さんめっちゃ優しいね。お母さんすごくシャキッとしますね。私前向かいの部屋であのもうちょっと待ってふぐもうちょっと待ってふぐ鍋ほんとこれは電柱だけどお塩よかったらお塩入れてはい、ね、ありがとうございます。あ、すいません、ありがとうございます。真ん中へね、天ぷら肉でね。はい、電柱がね、湯気が立ってる。湯気が立ってる。もうシャキシャキできるでしょ。ちょっと待ってください。取ります。どうぞ。エビがこんなに入ってる。やった。天丼に乗せてるものなんですけど、天ぷらをちょっとあのタレにつけて、つけたやつ、はい、それご飯のせてもらっても天丼なの。これ一枚写真を撮らないと忙しい。忙しい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 。わーすごい。 YouTube を始めて、それで浜松の明日から解説するんですけど、それで浜松のカフェとかグルメとかこんなところを紹介する番組をそれであのあこちゃんに聞いてありがとうございます。第1回です。第1回目あれなんですけど、第多分2回目か3回目にまたご連絡します。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ね、うちの主人と学校も一緒なんですか。学校は違うんです。学校は違うんだ。そうそうそう。なんであの同い年なんで、あのキャロルはい、キャロル、はい、あそこも、ま、友達で僕あ行ったらね、ちょうどあのそうだ、主人の、はい、作品が、あ、そうですか。おいしい。天丼僕食べた天丼風ごぼはい、ごぼたうんおいしい。おいしい。ふぐも食べたい。ね、冬が楽しみ。ね。だから浜松の野菜って、うん、本当に実はすごいんじゃないかと思ってて。うん、でもさ、特別に私今までさ、浜松からすごい野菜が届いたみたいなのもなかったし。本当に当たり前すぎてるんだよきっと。いや美味しいね。美味しい。本当に美味しい。
丈夫ですか。すごいね。やばー。ちょっとマミさん食べてみてくださいよ。リールリールリールしていい。あ、もちろんもちろんリールね。リール。わあ。すごい。待望の。キキカフェ。キキカフェさんでーす。キキ氷。やったー。ちょっと写真撮った？撮った。見てこれ。撮りました。じゃあそば寄せちゃうよ。ほら。寄せて。うわあ。自分でリール。すごい。事故が起きました。今事故りました。なだれがもったいない。なだれが起きました。ちょっと遊びすぎました。すいません。うまそうですか。美味しいですか。うん。うわ、なんだこの粘りは。うわすごい。そのすごいなんか粘る。なんだこの粘りは。粘りすごい。うわあ。まだ起きた。ちっちゃい。キンってしません。キンって全然しない。キンってしない、うん、本当。わあ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 。ね、不思議な味。あ、本当に？あ、ドラゴンフルーツです。だからドラゴンフルーツだけど、うん、なんかこの粘り、あー300円分ぐらい落としたね。落ちたこのすくって食べたいです。なんなんだこれは。見てすくいたい。粘り系これなんなんですかね。でも甘さが変なベタベタしたような甘さじゃない。うーん、サクサク食べられる、ね、甘さが本当。もうこれ忘れた方がいいよね。それ忘れた方がいい。もう一番いいとこさ落としちゃって。ケチくさ。でもそのね、なんか映像的に神がかってますよね、ある意味ね。そこ落とすかなみたいな。落ちちゃったねみたいな。でも落ちたんだ。来た。うん。ちょっとこれイチジク好きにはたまらない感じじゃないですか。見える。もうちょっと前、ちょっと事故らないか心配。じゃらーん。かわいい。あれ、なんかフォーカス来ない。大丈夫。はい。マミさんの顔にフォーカスしちゃった。いただきまーす。イエーイ。甘みさんも食べてね、そっちからね。ごめんね、私のこのべちゃべちゃの。全然いいですよ。今更どうぞって言えなくなっちゃった。どうぞ、一口どうぞ。うん。おいしい。いい感じ。いちじく賛成。いや、これは一番おいしいところを落としてしまったっていう、ちょっと。ちょっとそっち食べたいです。でもちょっとこっちを食べてください。え、いいの？ごめんね。全然いいです。ドロドロになっちゃう。私こっちの方が美味しい。どんどん食べてください。うん、言われる。すぐ人のを欲しがるって。大人なのに人のの方が美味しそうに見えるんだ。そうなの。そもそも私がイチジクだもんなの。そう、イチジク食べたかった多分。でも飲食
じゃないですか。まあこれほらほら YouTube だからやっぱね、マミさんが食べないと 私が食べてもさ、見てもみんな喜ばないから。だってそんなことないよ。来た。そうだよね、私イチジク食べたかったよね。なんで食べちゃった。マミさんがイチジクが食べたかったんですよ。なんで私イチジク食べたかった。やっぱこっちが食べたかったって言ったけど、うん、そもそも私はこっちが食べたかったんだよね。いやーこのイチジク、私ねインスタ映えはドラゴンフルーツとかするけど、うん、味はイチジクだね。イチジクのかき氷ってなんか初めて食べたかも。私初めて食べた。食べたことないね。ドラゴンフルーツも初めて食べたけどね。ドラゴンフルーツもないけど。美味しかった。めっちゃ美味しかった。本当このままなんかモノクロにしてもいいかも。